応援歌じゃなくて鎮魂歌を作りたいっていうのは結構キーワードでいろんな人に言ってたことではあったんですけど、もう3年本公演やってないんだよ。3年今無理だったらこれからも無理だよ。やりたいなやりたいなってずっと今回の作品というか、まあ、長編映画を作ります、次は作りますみたいなことを数年言い続けてたんですけど、やります、もうやるやる詐欺をしてるような気がしてきてて、なんとなくやりたいことをやって過ごして20代いたような気がするけど、でも一番やりたいことやれてないし何も手にできてない気がするみたいな劇団の話をやるっていうことへの興味は程よい距離感で自分が直面している問題みたいなものを描ける題材なのかなって思ったのは多分あった気がしますね。お、台本？台本だ。まあ、もともと私自身がその劇団の制作を知っていて、もう随分と前に辞めたんですけど、お疲れ様です。一番最初その本いただいて読んだ時に、これちょっと優しすぎやしないかと、こう私はもっとこうメタメタに切り刻んでほしかったんだけどって思ったんですけど、もしかしたらこう映画になって映像の作品として立ち上がった時に、おっと思ったより辛いぞみたいなことになっていくんじゃないかな。今は小劇場に関わりたくないですね。20代前半ぐらいまで舞台女優として立ってたんですけど、芝居をもう一回やろうと思ったら同じ生活はできない。やっさん出るの？俺はやるよ。仕事ばっかりでうずうずしてんだよ。余暇で楽しみとしてやるっていう意味では超やりたいです。せっかく久しぶりの本公演だからさ、次につなげてお金にしていきたいじゃん。どうお金に変えるかとかはもう多分考えないと思います。佐々木さんとはね、先月舞台で共演をさせていただきまして、趣味でやりたいっていう人ももちろんいると思うし、それもそれでありだし、もしじゃあ上に行きたいって思ってるんだけどうまくいかないままずっとズブズブやってるみたいになってる人たちも、それでも作り続けているんだったらいいと思うんですよね。やっぱ30過ぎていくと本当にやめていく人いっぱいいるから、そこでどんなに苦しくても続けられるかっていうところじゃないですかね。別にその努力とかなんか新しい技術を身につけるとかっていうよりも単純に続ける。次の公演出ない？なんかさ、インド映画みたいなミュージカルだったら私出るよ。本気で言ってんの？言ってない。昔からの友達とかに会うと、あ、夢追っかけてていいねって結構言われて、でもそれってちゃんと仕事をしてるっていう、そういう気持ちがあるから言えることで、私から見たらちゃんと生活できてて羨ましいねなんですよ。一般の社会人の人から見たら、あ、お芝居やってるんですか、すごいってなったりとかする。でも私たちからしたら、しっかりと家庭を持ってね、子供育ててねってやってるあなたたちの方が立派だよってすごい思ったりもする。ちゃんと仕事もして、それなりに恥ずかしくないくらいの金を稼いでっていうことと両立させてないと、この年になったら格好がつかないんじゃないかみたいな変なプライドはあって、その両立できる人はもちろんいると思うんですけど、僕は多分そんなに器用じゃないし、映画作りたいんだったらちょっと一回そっち諦めないと俺は無理だなって。どんなに金がなくて、どんなにモテなくて、どんなに社会的な地位もなくなっても、そこで本当に続けられるか続けられないか。何？もう役者やんないの？今こう人間活動中なの。私たちは、まあ、辞めた人間っていうジャンル分けをされるんだと思うんですけど、むしろ今まさに私たちは芝居をやっていると思うんですよ。体内に常に持って生きてる。いや別にその舞台だろうが飲食店だろうが一緒で、50でしかない、お客さんと。今私が好きなことやってないわけではないので、やりたいことを選んできて、たまたま今ここにいるんですね。たまたま小劇場だし、たまたま今回の作品の振り付けしたし、やっぱり縁だったりなんかつながりが大事なんですかね。僕もよくわかんないですけどね。なんとなく今もうここまで来ちゃったって感じで。てか須崎はどっちだ？どっちって？思い出作りがしたいのか、今からでもみんな撮りたいのか。いや、俺はただいい作品が作れれば。自主制作映画であるということに
意味がある作品を作らないと意味がないなとは思ったんですよ。これだったらちゃんと有名な監督が撮ってみたかったなって言われちゃうような題材だったら、それは自主制作映画向きではないと思うんですよね。信じれば夢は叶うみたいな物語の主人公になれなかった人たちに本当に心からなんか寄り添えるものを作りたかったっていうのは一個あるかもしれないです。それはもしかしたらそっち側に行けなかった自分が、そっち側に行けなかった自分としてこれから生きていくにあたって、そんな自分を肯定するためにもう今回の作品を作らずにはいられなかったのかもしれないんですけど、まあ、夢追い人に限らず何か今の自分ではない何か、もっと良い何かになろうとしている人たちを、そのなりたかった何かになれなかった時にこの作品は横にいてあげるよっていう、なんかそういう作品になりたいなとは思います。